はい、こんにちは。今日は一橋大学の、直角三角形の三辺が整数、まあ、つまりピタゴラス数ですね。ピタゴラスに関する整数問題で、その場合は面積が偶数であることを示せと。面積偶数ってことは、2分の AB が偶数なんで、AB が4の倍数であることを示せばいいことになりますと。で、まあ、なんとかの倍数であることを示すんだったら、互いにその場合で示せれば、あとはそれはもう、何倍しようと4の倍数になるので互いにその場合で、まあ、示しましょうと。で ABC が互いにその場合の、まあ、ピタゴラス数の、まあ、とりあえず偶数奇数に関する話としては、まあ、3辺 ABC 互いにその ピタゴラス数を特に原子ピタゴラス数って言うんですが、原子ピタゴラス数の斜辺 C は、まあ、一番有名な例で分かる通り奇数になってます。まあ、それは別にこの2個だけに限らず必ず奇数なんですが、まず3辺の偶奇に関して調べるときに、まず AB の偶数奇数の分類として、両方偶数はこれは、そもそも互いに相でないんでこの場合はまあ考えないと。でじゃあ、両方奇数の場合はどうかと。両方奇数でこれがもしもダメだったら偶数奇数しかないねって話になるんですが、それはまあそもそも、フェルマーの最終定理みたく3乗以上だったらそもそも3つを満たす整数がないんでこれがダメでこれがダメだからこれっていう議論は成り立ちませんが、2乗の場合はまあ現実にこうやっていくらでもあると。でいくらでもあるの、原子ピタゴラス数が無限にあるっていうのは、別の動画で作って、m2乗-n2乗と 2mn とM2 乗を足す M2 乗と、この MN に、好きな数、まあ、ただし原子ピタゴラス数を作るにはこれ、もちろんこれ高等式なんで何入れようと成り立つんですが、原子ピタゴラス数を作るには、MN に互いに素で互いに素でしかも両方奇数はダメよと。両方奇数入れるともちろん成り立つんですが、例えば3と1とか入れればサザンが 9-1 で8、32が6で9たす1で10っていうふうに成り立つんですが、まあ、互いに素じゃなくなっちゃうんで、MN に互いに素で両方奇数じゃない数を入れていけば、原子ピタゴラス数が次々と見つかって、しかも原子ピタゴラス数は必ずこういう格好してますっていうのを、示した動画も作ってあるんで、それでまあ貼っておきますね。もしよろしければご覧くださいと。で、ピタゴラス数は現実にあるんで、これがダメでこれがダメだったらこれしかありませんっていう話になるんで、じゃあまず、A、B 両方奇数はダメですよということを示しておくと、 A が奇数 2M プラス1で B も奇数 2N プラス1となると、奇数の2乗を足す奇数の2乗は奇数なんで、あ、偶数なんで C は偶数になりますと。 AB 奇数だったら C は偶数になると。そうすると、まあ、これだと成り立ちませんということを示すには、A2 乗足す B2 乗は 4M2 乗足す 4M 足す1足す 4N2 乗足す 4N 足す1で、これは4でくくってやると M2 乗足す N2 乗足す M 足す N でこの2が入りきんないと。ってことは左辺は4で割って2余る数になる。ところが右辺は C の2乗は 4L2 乗で4の倍数なんで、左辺が4で割って2余る数、右辺が4の倍数というふうに矛盾しちゃうんで、これもダメですということは、もう残ったこれしかない。じゃあ AB の偶奇は一致しない、どっちかが偶数でどっちかが奇数であるするならば、じゃあ A の方を偶数としても別に一般性は失われないんで、 A を 2N、 B を 2N 足す1で、偶数の2乗は偶数、奇数の2乗は奇数なんで、偶数足す奇数で C は奇数って決まったんで、 C はじゃあ 2L プラス1と。でもすると、ですから、原子ピタゴラス数に関しては、どっちかが偶数、どっちかが奇数で C が奇数っていう場合しかないと。じゃあそうなると、A の2乗をまず、じゃあ、B を、B2 乗移行して、因数分解すると C 足す B、C 引く B と。じゃあ、これで、これ代入すると 4m2 乗が足し算なんで 2n
2L 足す 2N 足す2と、こっちは 2L で、これ引き算して1なくなるんで 2L 引く 2N と、それ両方とも2でくくれるんで2と2が出てきて4括弧 L 足す N 足す 1L 引く N と、じゃあこれ4は両方割れるんで M2 乗が L 足す N 足す1と L 引く N と、でここで L 足す N と L 引く N 足し算だろうが引き算だろうが L 足す N と L 引く N の偶記は一致しますよねと、偶記一致、足し算と引き算、偶数足す偶数、偶数引く偶数、偶記は一致しますってことは、L 足す N に1足したものと L 引く N はの偶記は不一致ですよね。ってことはどっちかが偶数ですと、どっちが偶数かどっちが奇数か分かりませんが、どっちかは必ず偶数ですと、ってことは M2 乗は偶数で、2乗して偶数になる数は、じゃあ元々も偶数ですと、 M はまあ偶数ですと、ってことで M が偶数なんで A は4の倍数になりますということになりますで、一つはですから4の倍数ですと必ず、でもこの問題はこれでおしまいです。で、まああとはどっちかは必ず3の倍数です、このように。で、まあ、この場合は4の倍数と3の倍数を兼ねたのが一辺になりますというふうに、 A と B どっちかは必ず3の倍数になってますというのも証明は簡単で、これももう3の倍数であるかどうかを調べるんで、3の倍数か3で割って1余る数か、3で割って2余る数はマイナス1と、あ、マイナス1、マイナス1、そうするとこれ全部2乗すると、3括弧 3m の2乗、2乗すると3で割って 3m2 乗プラス 2m で1がはみ出て、こっちも2乗すると3でくくってマイナス 2m で、やはりプラス1が余るんで、平方数っていうのは、平方数は必ず3で割り切れる数か3で割って1余る数、3で割って2余る数には絶対ならないと。ってことは、ABC、まあこれだったらそもそも3の倍数ですし、これだった場合、もしも A も B も3で割って、3の倍数じゃない場合、3の倍数じゃないと2乗すると両方とも3で割って1余る数になっちゃう。そうすると両方これの場合でも、両方これの場合、これとこれ1個ずつの場合でも、どっちの場合でも結局3の倍数足す2になっちゃうと。そうすると右辺が C の2乗、平方数なんで、平方数が3で割って2余ることはありえないんで、少なくとも一つはどっちかは3の倍数ですよということになりますと。で、まあ、あと5の倍数が必ずどっかにあるっていうのも、まあ、ほぼ同じような5の倍数を、5の倍、あ、5の自然数を5の倍数か5で割って1余る数か4余る数、5で割って2余る数か3余る数というふうに、この5つに分類してそれぞれ2乗してみると、5の倍数が1個は必ずあるっていうのが、分かると思いますと。じゃあそれはまあ、やってみてくださいと。じゃあ以上です。ありがとうございました。